東京家政大学造形表現学科の大木敦子と申します。今日は模擬授業としまして、繊維造形としての織物と題しまして、どんなことを大学でやってるのかっていうところを説明していきたいと思います。日々の生活とともにある織物、人間の生活には織物、テキスタイルとも言いますけれども、布が欠かせない存在となっています。寒さや外敵から身を守るため、または第二の皮膚としてもともとは生み出されてきました。かつては戦士の時代から人間はですね、身の回りの動物から皮ですとか毛を取ったり、または植物から繊維を取り出して、そしてそれを紡いで糸にしてきました。そしてそれらを組んだりまたは編んだりして利用する手段を持ったことから始まっています。人類の進化の過程においても織物は常に重要な位置を占めていたというふうに言えると思います。衣食住というところで見ていきたいと思います。現在の私たちの生活とも織物は深く結びついています。まず衣で見ていきますと、もちろん衣服ですね。それから食、テーブルクロスですとか、ナプキンを使ったりしていると思います。それから住、住のところで言いますと、例えば絨毯、それからカーテン、それから身の回りにはクッションなどもあると思います。産業革命以降ですね、人々が自らの手で繊維を作ったり、または織ったりという機会は次第に失われていきました。ですけれども、ウィリアム・モリスに始まり、アーツ&クラフト運動、それから、ジャン・リュルサのタペストリーの復興運動などを通して、織物における手仕事の重要さ、それから素晴らしさというところで、それに対する賞賛というものは失われていなかったと言えます。それではここで少し織物の基本的な組織について解説していきたいと思います。織物は縦糸、それから横糸、この2種類で組まれた組織ということになります。組織の話をしていきますけれども、組織には基本的な3つの組織があります。それらを三元組織というふうに言います。平織、それから綾織、そして主簾織というふうに言います。簡単な図で図解したいと思いますけれども、まず平織ですね。平織は縦糸、それから横糸が1本ごとに交互に浮き沈みする、そして交差していく組織のことになります。最もシンプルな組織で、その歴史も古く最も多用されている組織といえます。仕上がった感じは非常にフラットで、薄地の織物も作ることができます。こちらは綾織の組織になります。または社紋織というふうにも言いますけれども、平織の次に多用されている組織です。糸の動きですけれども、2本または3本ごとに浮き沈みを繰り返します。先ほどの平織に比べて厚みがあって、柔らかく、マフラーですとかストール、または副地に使われることも多いです。浮いている糸が多い分、摩擦にはやや弱い性質があります。ちなみにデニムも綾織の一種です。続いて主簾織になります。こちらはですね、もともとは中国、それからペルシャなどで発達し、非常に美しく光沢のある組織となっています。元は細いシルクを、絹のことですね、なるべくしなやかに見せるために、糸の浮いている部分を多くして、表面が滑らかになるようにしたのが始まりです。浮きが多いほど光沢が増していきます。糸の浮きが多い分、先ほどの平織、それから綾織に比べて弱いという特徴もあります。こちらはですね、綾織、それから平織の織物の拡大した図です。2本ずつ左側ですけれども、飛んでいる方が綾織、それから右側は1本ごとに糸が浮き沈みしているのがわかると思います。
それからですね、デニムは綾織でできているというのも先ほど説明しましたけれども、デニムというのは厚手の綿の綾織物のことを言います。基本はですね、縦糸にインディゴ染めの糸を使います。そして横糸にさらし、これは漂白された白い糸のことですね、それを使っています。綾織で3本または2本ずつ糸が浮き沈みを繰り返していきます。裏側を見ますと横糸が飛んでいるので少し白っぽく見えたりします。デニムの語源ですけれども、サージとニームというところが語源になっています。ニームというところで織られたサージという意味ですね。サージは丈夫で実用的な綾織物のことになります。スーツですとか制服に使われたりしています。それではここでですね、実際に織機を見ていきたいと思います。こちらが実際に授業で使っている織機です。ペダルを踏むことによって縦糸を上下させ織り進んでいきます。ペダルを踏みますと縦糸が上下しますが、上下した間に横糸を入れていきます。そしてその横糸をこのように打ち込んでいくんですけれども、打ち込み方によって織物の仕上がりが変わってきます。縦糸の上下する順番、またはペダルを踏み替えることによってさまざまな種類の織物を織ることができます。このようにですね、授業の中では実際に織機を使って実習をしています。次にですね、タペストリーについて少し説明をしたいと思います。タペストリーというのは、ここに綴りが出ていますけれども、英語ではこのように書きます。フランス語になりますとタピスリーというふうに発音したりします。ここではタペストリーで説明していきたいと思います。綴れ織の壁掛けの意味です。現在では、織物に限らず染色されたものですとか刺繍などの壁掛け全般を指すこともあります。組織ですけれども平織が基本になっています。原始的な方法でありまして、古くから世界各地で綴れ織の織物が織られてきました。ヨーロッパでは石造りの建物の壁を覆う役目がありましたが、中世以降ですね、特に装飾性の高いタペストリーが盛んに作られるようになりました。綴れ織の特徴ですけれども、縦糸が見えない技法になっています。横糸の色彩で表現していく、そういう技法になっています。一本の色糸ではありますけれども、その組み合わせまたは織り込み方を変えることで複雑な色彩の効果を生み出すことができます。それではここで木枠を実際に使っているところを見ていきましょう。こちらが綴れ織になります。今回は木枠で綴れ織を織っていきます。綴れ織の基本は縦糸がほぼ見えなくなる織り方になります。横糸を入れた後強めに打ち込んで縦糸が見えなくなってきます。縦糸は自分でピックアップして上げていきます。1本ずつ交互にピックアップしていますが、このピックアップはデザインによって自由に縦糸を上げたり下げたりすることができるので、非常に自由な織物と言えます。このようにして技法は原始的な方法ではありますが、その分織り手の意図に沿った自由な技法であると言えます。ここからは織物が繊維造形としてアートであるというところの説明をしていきたいと思います。織物をアートたらしめているもの、一番の特徴は織物が構造体であるというところにあると思います。そしてもう一つは織物の特有のテクスチャーのところがポイントだと思います。構造体であること、それはその構造を知るための知識と経験が必要であるということにもなります。しかしですね、縦糸それから横糸という構造の基本を押さえておけば、
あらゆる素材との組み合わせ、または色の組み合わせで、それらを応用して表現の幅を広げることができます。こちらの右側、これは平織りが元になってますけれども、さまざまな素材を組み合わせたものです。左側、こちらは色糸の効果でもありますけれども、構造としてはコーデュロイという織り方の構造を利用した作品です。それからテクスチャーのことについても説明したいと思います。織物はやはりその特徴であるテクスチャーが非常に重要になってきます。素材によって硬さがあったり柔らかさがあったり滑らかさがあったり、さまざまなテクスチャーがそこには存在しています。さらにそこに織の構造を組み合わせることで新たなテクスチャーを生み出すこともできます。大学の授業の中ではその素材を元から作る実習もあります。こちらはスピンドルという道具ですけれども、これを使って原毛を紡いでオリジナルの糸を作っていきます。作った糸はですね、そのまま折ったりですとか、またはフェルトというところに利用することができます。こちらがスピンドルという道具になります。回転をかけながら糸を紡いでいく道具になります。このように回転をかけることで上によりがかかっていきます。先ほどフェルトの説明も少ししましたけれども、フェルトまたはタパ、紙などの総称を不織布と言います。この文字の通りなんですけれども、織られていない布ということになります。織られていない布の総称のことですが、アマドゥと言われるキノコの一種も不織布に含まれることもあります。羊毛が熱、水分、それから圧力によって結合していくことを縮従と言います。またはこれをフェルト化とも言います。この縮従によってできたものをフェルトと言っています。現在ではですね、羊毛だけではなくて化繊で作られたフェルトもあります。絨毯や帽子、それから遊牧民の移動式住居やマントなどが作られてきました。また工業製品としても多用されています。防音や緩衝材として利用されています。こちらは授業で使っているフェルトのサンプルになりますけれども、フェルト化を進める途中でこのように形を与えていくこともできます。フェルトも作品に応用することができます。こちらは学生の作品ですけれども、麻とウールで織られた織物にフェルトを一体化させ、素材感の違いによる独特のテクスチャーが効果的な作品となっています。素材のハーモニーと題しましたけれども、麻とウール、こちらはすごく離れている素材でもありますけれども、一体化することによって独特の風合いが生まれています。こちらもタペストリーの作品の例です。こちらはですね、フェルトとそれから織りを一体化させたタペストリーになっています。このようにですね、授業の中では織り機を使ったりまたは使わなかったりする実習もありますけれども、織りというところにフォーカスをしますと、繊維が持つ特徴を捉えた造形作品というふうになっていくと思います。以上で繊維造形における織物というところを説明してまいりましたけれども、これで終わりにしたいと思います。実際に織り機を触るということは日常にあまりないと思います。ぜひですね、大学に来て皆さんにお会いできることを楽しみにしています。ご清聴ありがとうございました。